すように依頼したんですね。もうここまで来たら正直に答えろ。依頼したのはあなたですね。残りの報酬は事前に送金予約をして決行日の3日後に送金される手はずになっていました。もともとは連続強盗犯の犯行に見せかけるつもりだったようです。ところが土壇場で心変わりした町岡を洲本が殺害し、報酬を独り占めにしようとした。その時美和子が訪ねてきて洲本が殺害に失敗、当然報酬も受け取れてしまい、そこで今度はヘルパーとして近づいた。今度こそちゃんと殺してやる。そんなことまでして自分で自分の命を。柳沼勝治はあなたの復讐心に気づいていました。